はい、セクシーでーす。今回はね、モッシュピットのドミネーションでマップはテラスになりまーす。はい、頑張るぞーい。今回はジュリがダね、メなんでしょ KF5 で行ってみようと思います。はい、頑張るぞーい。これ WXP ってなってるんだけどね、この新ゲームルールね、モッシュピットのみね、WXP だったんでね、このモッシュピットはね、いろんなマップでね、いろんなゲームルールでね、やるやつなんだけどね。その、モッシュピットだってね、ダブルスピーだったんでね、集中的にプレイしてね、レベル上げましょう。アサルトロン、大技7をオンライン。最初はね、アサルトドローン全然カスタムに組み合わせてなかったんだけど、最近からね、多く使っていまーす。で、名前も決めてなかったんでね、大技7っていうのにね、決めたんでね、早速つけてみましょう。よっしゃ、またね、アサルトドローン、大技なのオンライン。このアサルトドローンっていうのはね、IMC 地雷が浮いたやつって考えてくれたらいいと、分かりやすいと思うんでね。今作からはね、初めてね、各スコアストリークにもうね、カスタマイズできるんでね、本当にね。結構いいんじゃないかなと思います。よし、うわ、やられた。今回もね、夜中にね、実況なしでプレイしてたやつを録画してたんで、急遽ね、後付け実況っていうになりました。いつもプレイしながらの実況なんでね、後付け実況っていうのがね、全然まだね、1、2回ぐらいしかやったことないんでね、数え切れる程度しかやったことないんで、全然不慣れでね。これからも後付け実況もちょっと多くやっていこうかと思います。敵のね、システムハックが出てて、ね、このシステムハックっていうのはね、結構長くてね、20秒間ぐらいかな、発動してるんでね。ほんとね、これが出ちゃうとね、救援物資とかのリモートあると出せないんでね。よし、ちょっと装備を。起動救援物資とあとリモートあるともあれだな。小島マコオンライン。やっぱり普通の実況と後付け実況っていうの感覚が全然違ってね、やっぱ後付け実況の方が難しいな。まあ慣れてないっていうのもあると思うんだけどね。ここおそらくこのテラスでこのビューオン防衛するんだったらこういうんじゃないかな。よっしゃ、防衛したぞ。アサルトドローンか。大和田7オンライン。起動救援物資もね、サポートと、あと、トラップ仕掛けた方が絶対いいんでね。よし、UAV か。起動救援物資ね、トラップ仕掛けると敵が取ろうとしても、ね、取られ、爆死するんでね。で、フラジャケつけてたら多分死なないと思うんだけどね。敵に取られることはないんでね。マイオンライン。あ、起動 PM しか、個人、困りのオンライン。渡辺マイオンライン。よし、ミサイルストライクか。ミサイルストライクオンライン。これミサイルストライクもなかなか当たらないのに、当たんないのに。今回当たったんや。お、一人倒したぞ。一人倒したら結構上出来なんでね。こっち、生駒里のオンライン。バルカンが XS1 バルカンをオンライン。このバルカンっていうの結構まだあんまり使い慣れてないっていうか、そんなに多くキルできないんだよね。敵が一箇所に集中したら一番いいんだけどね。例えばドミネーションで B 旗に2、3人とかいたら1回の攻撃でね、2、3人倒しちゃうんだけどね。散らばってるとどうしてもね、1人多くて2人しか出て。小島マコオンライン。よし。やっぱ後付け実況はやっぱちょっと難しいわ。やっぱプレイしながらだったらね、いいんだけどね。UAV 出すにしてもね、自分、各ス、あの、スコアストリークに AKB48 のメンバーの名前つけててね。
UAV 出すときにね、まあ、プレイしてたらね、そのときに名前言えばいいんだけど、後付け実況っていうのはちょっとやっぱりね、画面見ながら合わせていくのがちょっとやっぱ難しいんでね、まあ慣れてないけどね、今 UAV 出したんで、UAV 出たね。で、ここでね、中間ね、ハーフタイム、81対76点かな。で、うちらが今、ね、リードしてるんだけど、これ今のレコーディング中でね、ちょっとあの2画面あって、左側はね、この再生画面で、右側はね、レコーディング中っていう、まあ、マイクのアイコンのやつの画面があるんだけどね、そのあれでね、ちょっと2分割になっちゃってるんで、ちょっとね、2分割になってるんで、ちょっとね、画面がちょっとちっちゃいんでね、迷うんだよ。あっちゃおうか。大和田7オンライン、松井ジュリナオンライン。最近の UAV もね、マユユばっかり言っててね、松井ジュリナとちょっと忘れちゃっててね、よっしゃ、ここは結構いいのね、2人倒してね、防衛したんですね。こうやってね、今ね、敵のシステムハックが出てるんでね、その時は機動救援物資出せないんでね、この機動救援、よっしゃ、今敵がこうやって赤く映ってる時は、味方さんがね、あれやってるんで、名前何だかちょっと忘れたんだけどね、よし、小島マコオンライン。偵察ドローンか。何が出るかな？よっしゃ、偵察ドローン。この偵察ドローンで敵をスポットしたらこうやって赤く映っちゃうんだよね。ドミネーションでやっぱりね、この偵察ドローンは必須なんじゃないかなって思いまーす。UAV とね、この偵察ドローンで組み合わせればかなりね、敵の動きが分かるので、かなり有利に戦うと思います。自分最初は偵察ドローン全く使ってなかったんだけどね、最近からね、偵察ドローンね、多く使うようにしています。ただね、フリーフォールだけはね、偵察ドローンは使わない方がいい。使っちゃうと敵にね、多くキルされちゃうんでね、これはあくまでもサポートなんでね、チーム戦の場合のみね、有効なんで。あとね、ちょっとこのゲームとは全く関係ないんだけどね、もうすでに発売されてるんだけど、プレステ4版のね、グランドセフトオート5のね、自分はアマゾンさんで予約してね、本日の日付がね、12月15日月曜日、現在ね、17時なんだけどね、もうそろそろね、届くかと思います。届いたらね、またね、いつものようにね、COD AW みたいにね、開封&商品紹介の動画を上げるんでね、その動画もよろしくお願いします。グランドセフトオート5はね、プレステ3でねリリースされたやつなんだけど、自分も持ってたんだけど、キャンペーンね、クリアして、マルチプレイの方もね、結構進んでたんだけど、レベル、マルチプレイの方もね、かなり進行したんだけどね、レベルがね、40ぐらいまでね、確か上がってたと思うんでね、プレステ4版はね、プレステ3版のね、キャンペーンの方はね、もちろんデータはね、引き継ぐことは不可能なんだけど、マルチプレイのデータはね、プレステ3版のデータをプレステ4版にね、引き継ぎ可能みたいなんでね、その辺がね、かなりね、メリットが高いんじゃないかなって思います。あとね、最初からね、DLC 追加 DLC もね、全部入ってて、あと GTA マネーね、キャンペーン50万ドルで、マルチプレイ用の50万ドルで、合計ね、100万ドルもね、ついてくるんで、かなりね、お得なんじゃないかなって思います。それとね、あとカーラジオから流れるね、音楽ね、
ミュージックも、かなり、ね、種類が増えて、曲数も増えててね、その辺もね、結構楽しみにしていまーす。で、グラフィックがね、プレステ3版と比較してかなりね、綺麗に、繊細になって、繊細になってるみたいでね、とってもね、やってみたいでーす。自分、グランドセフトオートはね、過去作からね、多くプレイしててね、グランドセフトオートの大ファンでね、グランドセフトオート3、グランドセフト、グランドセフトオートバイスシティ、グランドセフトオート、リバティシティストーリーズ、グランドセフトオートバイスシティストーリーズ、で、グランドセフトオートサンアンドレアスとかね。本当にね、グラフィックは昔のやつはかなりチャチなんだけどね、今の作品よりもね、昔の作品の方がね、ミッション的に面白いんでね、かなりおすすめします。ちょっと違う話になっちゃったんだけどね、今回はね、うちらの勝利でーす。最後アサルトドローンでね、味方さんがね、やってくれました。スコアはね、こういう成績になりました。CODAW のドミネーションでね、とってもいい成績が出て満足してまーす。グランドセフトオート5もね、開封は商品紹介もね、していくんでね、その動画もよろしくお願いします。はい。ご視聴ありがとうございました。